二日目ですさあ、えー、重量の取り組み見ていきましょう、えー、大小砲王鵬からの取り組みから始まりました大小砲割と投げ武将山錦木 武将山を押し出し東白龍錦富士錦富士が押し出し千代の海貴源と貴源と押し出し若元春水戸龍若元春が突き落とし千代を取り美の海美の海が上手出し投げ上皇龍極大成極大成を押し倒し一山本極州法一山本押し出し琴勝峰佐野の海琴勝峰が小手投げ松鳳山貴源氏貴源氏がはたき込み白鵬山大正丸白鵬山が押し出し豊山東流豊山が寄り切り炎鵬宇が決め出し 竜、徳勝千代の王、徳勝龍が寄り切りで勝っています。えー、幕の内の取り組を見ていきます。石浦、千代丸、石浦が送り出し、天空海千代流、千代大龍、千代大龍がはたき込み、魁聖、大奄美、大奄美が送り出し、琴恵光、秋瀬山、秋瀬山が寄り切り、琴ノ若、隠岐の海、隠岐の海が奥上手投げ、千代翔馬、照強し、千 千代翔馬が押し出し、千代の海対玉鷲、玉鷲が押し出し、輝き遠藤、遠藤がはたき込み、栃ノ心剣翔、栃ノ心が寄り切り、宝富士対一ノ城一ノ城が下手出し投げ、豊有勝利対昼の海、昼の海が押し出し、大野翔、妙義龍、大野翔が引き落とし、霧馬山対大栄翔、大栄翔が寄り,切り倒し、高安対千代の国、高安が突き,出し突き倒し、翔猿対高木高野里、翔猿が押し出し、 えー、大関朝乃山と明生明生が押し出しで勝っています朝乃山ここで土がついてしまいました北東富士大大関照ノ富士照ノ富士送り出し大関正代、えー、若隆景の対戦,対戦若隆景が寄り切り正代、えー、ここで土がついてしまいました御嶽海対大関貴景勝御嶽海が押し倒して、えー、貴景勝は二日目にして土がついてしまいました テルノ富士以外は二、えー、連勝ときた、えー、マスターダッシュということになりましたねはい、えー、それでは三日目の取り組み見ていきましょう重量の取り組みから見ていきます王宝錦、王宝寄り切り、武将山錦富士、武将山が押し倒し 千代の富と大翔鵬、大翔鵬がはたき込み、高源と水戸龍、水戸龍寄り倒し、千代鳳と,と東白龍、はたき込みで東白龍の勝ち、美濃海、極体制、極体制、決め出し、一山本若元春、一山本が寄り倒し、極秋鳳、佐田の海、極秋鳳がすくい投げ、ええ松鳳山、上甲龍、松鳳山がえ寄り切り、高源寺対大翔鵬、高源寺が寄り,え寄り切り、 豊山対琴勝,峰琴勝峰が寄り倒し白山、えー、東龍、白鵬山が寄り切り浦対千代の王、浦が肩つ、えー、かし炎鵬、徳勝龍、徳勝龍が、えー、押し出しで勝っています。 幕の内の内取り組み見ていきます。石浦天空海、天空海が押し出し、海星、えー、千代丸,千代丸、千代丸が送り倒し、秋狭対千代大流、千代大流が寄り倒り、寄り切り、大山海、沖の海、沖の海が寄り切り、琴ノ若、千代昌磨、えー、小手投げで琴ノ若の勝ち、琴江高対照強、琴江高がはたき込み照の、えー、島の海対輝き、島の海が突き落とし、玉鷲遠藤、玉鷲が小手投げ、 土地の神対高富士高富士が押し出し剣翔対一之鶴剣翔が寄り切り豊昇龍と大野将大野将が寄り切り秀ノ海対秀ノ海対妙義る秀能海が送り倒し御嶽海対千代の国御嶽海が押し出し霧馬山対高野里高野里が押し倒し高安対明生高安が押し倒し 北東富士大関貴景勝、いっ1敗してしまったんですけど、そこから立ち直るのが早いですね。貴景勝が押しいですし。大関、朝の山と若隆景。若隆景がまさかの大関二連勝ということで、朝の山がね、なんと三日目にして2連敗ということになりましたね。翔猿対照ノ富士大関、照ノ富士。照ノ富士が上手投げで勝っています。大関正代と大栄翔は正代。ここもですね。 貴景勝と度よ、まあそこまで大きな傷口とはなりませんでした。えー、突き落としで将来の価値ということになりました。朝倉がね、えー、ちょっと分かったかいね、えー、もうありましてちょっと二配ね、えー、というところで、えー、少しなんかバタついたっていう感じがしますね。まあでもここからね、また上がってくるかと思いますんで、えー、まあ、あまり大関陣はね、まあ、あまり心配しなくてもいいんじゃないかなと思いますんでね。 というところで、本日も最後まで皆様ご視聴ありがとうございます。大相撲はまだまだ続いています。今回、2日目と3日目の取り組みを同時に見ていきました。というところで、ね、本日の最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧いただければと思います。それでは最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。 えー、ちょっと尺がね慌てしまったんでね是非、えー、チャンネル登録とか高評価のボタンも押していただけるとそれしいです。